作のリュートなんですけども、裏が真っ黒 で表面もね、あの符が入ってて、いろんな模様が浮き出てて、すごく重いんですね。でその重い分だけバンと行くようにできてます。ではプログラム、フランスのまずガロという人の曲を演奏いたします。最初プレリュードから始まりまして、このプレリュードというのは表紙がないんですね。音符だけ書いてあって、その音符の旗割りは自分で、演奏者が自分でやるということです。で次のフランソワスのトンボっていうのはアルマンドなんですけども、トンボってフランスで流行りました、死んだ人のお墓に、捧ぐとかそういう感じのちょっと悲しげな音楽です。次の美しい村のクーラント、クーラントって三拍子のちょっと軽快な、感じで進んでいます。でちょっとここ、ポルトガル人って書いてあります、プログラム書き、はい、最後のサラバンドはポルトガルの女性のサラバンドで、サラバンドはゆっくりした、曲奏になっています。
スのこういう音楽っていうのはフランス語が土台になってですから、その語り演奏するのもやっぱフランス語的にこうフランス語の発音でもって演奏すると、まあ、このフランス音楽になるっていう感じですね。先ほどのガロっていう人の曲奏っていうのはかなりこう重々しいって荘厳な感じなんですけど、このニュートンという人は、結構メロディーラインが綺麗な、ちょっと華やか的な感じになります。最初のプレリュードは、先ほどと同じように、音符だけ並んでて、それを演奏者がうまく表現するという感じですね。で次の、アルマンドはイリスをめぐる女神の対話、まあこれもちょっと、さっきのトンボー的なゆっくりした曲です。それと次のムートン氏のかなり、これは三拍子の軽やかな感じがします。で次のクーラントは三拍子なんですけど、少しちょっとメランコリーなちょっと曲奏になる。で、次のマラシス夫人のサラバンドはまたゆっくりとしたメランコリックな曲奏になって、で最後にネネットがそれ軽やかな感じになってきます。では続けて演奏いたします。Thank you.
と最後は、ドイツの先ほど解説ありましたバイスという人の作品を演奏します、プレリュードとパッサカーリア。このプレリュードはですね、またバイスがちょっとフランス風に、先ほど のフランスのプレリュードのように音歌を書いてなくて、ただ音符だけを書いてあるのを作っています。でパッサカーリアは低音がありまして、それがの上にいろんな旋律を変奏して、いろんなメロディーを作っていって一つの曲にしています。とても綺麗な変奏になっています。